セブンイレブンサタデースペシャルゴッドアフタヌーン。アッコのいい加減に旋回。皆さんこんにちは、ご機嫌いかがですか。和田アキ子です。こんにちは、日本放送柿原忠史です。今日も暑いです。ねえ、もう30超えてますよ。30点も、はい、もう30超えてた年みたいな。もう30超えちゃったどうしました、急なキャラ変更。バカだと思いましたよ。 30.5 度です、はい、今、まあ、もうちょっと、しかもこれから上がって32度、はい、3度ぐらいまでいくんじゃないか。あんまり表歩かないんですけど、はい、もう毎回同じこと言ってるかもわかんないけど、これは毎週のもうルーティンの、この目にこう残る、走ってる方がいらっしゃるんですけど、その照り返しみたいなんで、蜃気楼みたいにこう揺れてんですよ、上が。あの人たち本当大丈夫なのかね。いや本当にもう水分取ってくださいね。本当に病気になってからで遅いですよ。遅いです、はい、もう今日は走ってる方もそうでない方も、うん、外にいる方も室内の方も、うちにいてもね、熱中症になるっていうもんね。います、はい、はい、もう熱中症対策しっかりなさってください、はい、今日も暑いです、ね、まあそんな中、一方で九州では北部で本当に豪雨がありまして、大変ですね。甚大な被害が出ております、はい、まあ、あの水害の場合、まだまだこれから被害の状況変わってくると思いますけれども、はい、十分ご注意ください、はい、で話はガラッと変わりますが、はい、アッコさんのデビュー50周年記念特設サイトというサイトがオープンして以来ですね、はい、これ番組スタッフは喜んでおります。そうですか。アッコさんの近況が、はい、ツイッターやフェイスブックで分かるようになったと。はい、そうですね。ありがとうございます。例えば昨夜、一時期ツイッターやめてたんですけど、ね、やめてましたね、はい、あれはまあ、 ちょうど新曲のキャンペーンの期間でしたからね。そうです、そうです、はい、また改めてということですが、はい、昨夜七夕でしたが、はい、ツイッターではアッコさん、はい、星に願いを込めて、明日もラジオで早いので、はい、よく眠れますようにと、はい、つぶやかれております。ところがですね、これね、つぶやいた後に私、あの誘導剤飲んで寝るんですよ、いつも、はい、それで大体テレビとかタイマーにして、で先生に、マークさんね、寝なくて死ぬわけじゃないな、寝れない時は寝れないってやった方が、はい、その寝れない、寝れないと思う病気になっちゃう可能性もあるからって言われて、性格をよく分かってるドクターですね。そうなんですよ。それでもう地上波やめて、まあワワウとかそういうのケブでもなんかいいやって、なんか英語とかなかったらそのまま寝る、錦織がやってたんですよ。あ、ウィンブルドン見ちゃいました。はい、あ、それで負けたんだ。What？ あれ錦織さんとアッコさんというと負けるでおなじみですよね。何言ってんすか、ずっとその前も見てて勝ちましたよ、マネージャーに勝ってぞって今こうだとかって。いや、昨日はね、サーブがうまく入らないのと、あ、やっぱりなんか振り回されてる感じ、ドロップカットっていうんですか、ドロップなんとか手前に落とす、そう、相手もうまいんですよ。で錦織がやっとわーと思うと相手食らいついてきて、で全然錦織のそのラケットを右持ってるとすると、はい、関係ない右のもっと先に送ったり、あ、なる、振り回されるまさにそれ。でもね、でも目が覚めたんですけど、それで、はい、だいたいもうルーティンですから早めに寝るんですけど、目が覚めたんですけど、もう一回誘導剤、これまあ先生切ってたら叱られちゃうけど、ちょっと多めに飲んで、ちゃんと睡眠はもうバッチシ取ってきました。よかったですね、はい、じゃあまあよく眠れたということですけれど、はい、で、はい、さらに遡れば、はい、昨日はですね、はい、TBSK 日曜日夜放送されているバラエティ番組、はい、林先生が驚く初耳学の収録がありましたね、はい、でツイッター並びにインスタグラムには、はい、アッコさんを真ん中に、うん、千原ジュニアさんと、はい、ハライチの、はい、澤部さんとのスリーショットがアップされていますが、これが珍しいことに全員浴衣。そうなんですよ、番組いつも白っぽい洋服着るんだけど、はい、まあ、7月の後半にオンエアなんで、夏らしい浴衣でお願いできませんかって来て、あ、いいよ別にとかつって、そうだそうだ、ツイッターやってんだ、撮ってよ撮ってよとかつって、でこれもすごいでしょ、ハライチ渡辺プロですよ、はい、でジュニア吉本興業、確かにそうやな、ね、本当のこと言うとね、中島くんいたんですよ、ジャニーズの、はいはい、でもそれは知ってるから、あ、ジャニーズダメだからいいやった、あ、アクさんよく
ご存知でって言われた。ジャニーズは昔からなんかね、写真 NG。 そうなんですよ、はい、でもそんな中でも昔私が神戸であの美容院やった時にジャニー北川さん、ジャニー君は本当優しいですよ。みんなの名前でお花送ってくれたりとかね。もう何十年も前ですけど、ジャニーズ事務所とも付き合いは長いけれど、はい、写真にアップできないのも分かった上で、うん、もう分かってんです私。チョイスされたのが澤部さんとジュニアさんで、あ、横に中島君がいたんだけどね、はい、よくご存じでとかって言ってたけど、ご飯行ったりはするんですよ。あのいや中島君じゃなくて他の人も、でも写真は撮っても載っけないです、はい、ジュニアさん意外と浴衣似合いますね。なんか男らしいですよね。アッコさんなんかこれバカボンをイメージしてるんですか。ちょっとわかんないんだけど、どういう意味、ちょっと意味がわかんない、どういう意味ですか。キャラクターみたいで可愛いなと思って。はなんか少年のようですよね。なんかこうあのなんか縁日に行くと絶対あの綿菓子持って走って回ってる少年。少年、明らかに柄がね、朝顔に見えるんですけど、これアイランドフラワーつって、アイルランドじゃないですよ。着せていただいた方に聞くとアイランドフラワー、はい、で今ね、じゃあ私浴衣持ったんですから探しますとかっつったら、大丈夫です、モデルさんも着るようになって外国の方も着るようになったんで、もう大きいサイズいっぱいあります。だからこの女性は分かりますけど、このおはしょりってね、帯から下こんなにあんの、びっくりしました。私なるほど、はい、いつもこの部分がなんかもう足りないというか、この部分ってあのおはしょりね、おはしょりとかあの、まあ、袖丈とか雪が足んないんですよ、はい、なるほど、あるんですね。そう、今はもうモデルの方やね、外国の方も、そうなんですよ、方を着るように、はいはい、まあ、この写真もそうなんですが、はい、さらに遡れば月曜日、うんうん、サマーズのお二人のライブにマコさん行かれまして、もう本当にこれはね、なんかあれですね、あのサマーズは2年に1回やってるんですけど、私となんかぶつかるんです、ぶつかるって変ですけど、私のこのなんていうかな、歌を頑張らなきゃいけないなと。で特に今年なんかはあのもう10月なんですけど、10月25日を皮切りに、もうそっから始まりますから、英語の歌なんて今やってんのね。でうーんと思うけど、サマーズって意外に私笑えるんですよ。ですごい笑いたいなとか、あと本当に泣ける映画、嘘泣きじゃなくて嘘泣きっていうか、なんかこうそういうので心動かされたい時にサマーズぴったしなんですよ。あ、じゃあもう楽しみに行かれたんですね。はい、すっごい面白かったです。事務所の後輩だからとかじゃなく、全然もう最初から行くつもりでしたから。アッコさんはツイッターで、はい、久々に笑ったな、はい、とつぶやかれると、三村さんはすかさず、はい、ありがたいっす大先輩と返したということで、うん、はい、さらにスリーショットがこれまた披露されまして、まあ、三村さん、おたけさんを両サイドに、アッコさん真ん中にいるわけですが、うん、一般の方々が当然反応があるわけですね、はい、一般の方々からの反応は3人とも男前トリオかよ3人の仲楽しさ仲良さが伝わってくる写真ですね、などこれがね面白かったんですよ。このまあ劇場がねもう終わりましたから、であんまり中身言えないんですよ、 DVD になると思うから。 DVD はパンツだまあ、パンツにしてもいいですけど男前だからよく間違うんですよ。この3人の写真の BVD いいですね。いや私無理です。あ、でも胸に貝殻つけて下だけであの BVD のパンツでもいいですけど、 DVD があるんでね、はい、あのあんま言えないですけど、笑っちゃったのはこれ理解できるかな、あの楽屋があの天王洲劇場ってあんまりそんな広くないんですよ。まあ、会場はすごいところで、で前はホリプロの持ち物だったんですけど、今売却しちゃったみたい。で私もその前はアートスフィアっていうとこ名前だったんです。名前でしたね。でそこで8年ぐらい私も毎年やってたかな、はい、コンサート、はい、ちょっとこうオペラみたいになってて、ね、3階までね、客席までゆったり座る。そうなんです、そうなんです。それであの1階で軽く飲んでみたいなあって、で最近ではあの中尾美恵さん見に行ったりしてたんですけど、だいたい私本番前にああいう劇場とか映画館行くときに必ず毛布を持って行って、レッグウォーマー、はあ、夏でも冬でも足が冷えるんですよ。で途中で立つってね、あ、この歌が終わったらもう我慢できない時ですよ、立つとか、であのこのお話が終わったら立つって言っても
もなかなかタイミングが何十年も前にね、はいはい、合わないことがあって、うん、これはもう更年期障害も含めて医者にどのお医者様のとこ行っても治んないんで、私はもう諦めて自分でやるしかないと。だから水分をあまり取らない、もうその見るって言った時にね、もともとで完全にもう完全防備で行くと。白いパンツは履いてますけど中バッチ履いて、で春あったかいのね、ですね、はい、春タイプ、春タイプの貼って毛布持ってレッグウォーマー持つ。でその楽屋の前通るわけですよ、はいはい、その関係者のとこから入りますから、そうですね。そうするとね、うちのね役員がね私に当選簿みたいな、私と整体して楽屋の前で当選簿するんですよ。当選簿というのはつまりアッコさんが通る動線をちょっと先に作るってことですか。いや作ってんだけど、その、うん、あ行かないサマーズのそんなとこ行かないの、直線行くのに楽屋が途中であるわけです、はい、で当選簿するのおかしいなって一瞬そうですよ思ったら三浦が出てきたんですよ。三浦がはっとかってこう、お久しぶりだなお前って、酒飲まないでこうやって二人とも酒飲んでないで会うのよ、久しぶりだなとかとかって意外にどうしたんだ、反応が薄い的な、うん、お元気だ悪いなどうしたんだと思いながら、まあ、頑張れよって言ってんのよ。それで時間通り始まると珍しいね。で裏口のそのね、はい、ドアが開くちょっと手前で、アクさんここ座って待っててくださいと。これなんだよ井村、ちょっと今なんかご機嫌斜めで態度悪いなあいつとか言ったら、うちのエミヤ君、アクさん違うんですよ、あのサマーズ2人とも本番前絶対誰にも会いたくないんですと、会うと緊張するんだって。あそう、すっごく緊張するらしいの、ね、ですね、で誰も会わないし会わせないようにするのに、私がトイレ行きたいからさ、そういうトイレはそのステージの裏口のすぐ手前しかないんですよ、はいはい、銀河劇場、はい、でそんなこと全然知らないからさ、知らないですね、うん、で私もどんな芝居でもそうだけど、オープニングから見ないと嫌なんです、映画も、はい、でエンディングまでいないと嫌なんです、はい、エンディングに面白かったりするからね、さんまなんかも時々そうだから、はいはい、それなら言ってくれりゃいいのにって言いながら、で会ってなんか最初、まあ、私の取り違いか分かんない、しどろもどろなんですよ、まあ、結果3分しか遅れないで出たんですけど、で、まあ、終わってからもどっか行くにしてもトイレ行くわとかってトイレまた行って、でもうみんな楽屋入ってるし、本人たちが楽屋行く前じゃまずいからね、通り道一緒だから、そうです、うん、それで行ったら大竹が先に、おはようございますとかって言って、え今言ってないの、僕一言言ってないんですよで、えお前知ってたのとかって三村と大竹が言ってるわけ。やっぱ言うと大竹もなんかこう連動すると思って、そういうことですね、そうなんだね、だからアッコさんが来ているということを大竹さんに伝えないのはもう三村さんの配慮なんですね。自分が見ただけでもびっくりしちゃって、三村さんもおそらくちゃんと挨拶しなかったのは、うん、まあ、したんでしょうけど、いやいやでもおおみたいな感じだった、アッコさんという認識をまず持つのを自分の中で一回嘘でも拒否したんじゃないですか、来てないものとするみたいな。いやそれでね、私の前の日はね、ダウンタウンの松本も行ってたらしいんですよ、はいはい、それも終わるまで気がつかなくて、で私も途中で気がついたんですけど、トンネルズの木梨も来てたらしい、はい、で木梨も楽屋来るかなと思ったら楽屋には来なかったんで、木梨もいたよって、とかって言ってんのよ、うん、私は電話してなんで会いたかったなとかって言いながら、はい、なんかさ見に行くんですかって、うん、2年に1回やってるから、はい、いやだからそれ私の中でものすごく面白かった。あそうよかったっすね、うん、まあでもそれだけ緊張感を持って、うん、でもステージに上がったらそれをみじんも感じさせて、ね、面白かったです。すごいですね、そうなんといっても DVD DVD ですで、あとはですねが出るまで中身は言えませんからB ではないです。そうですね、はい、あとまあメールでもこれからメールのファックスも募集もしますが、はい、もう募集する前からたくさん徹子の部屋の感想も、ああ徹子